新型ハリアが納車されました。トヨタ新型ハリア Z レザーパッケージ、超高パノラマルーフ付き、パノラミックビューモニター、寒冷地仕様になります。ボディ色はホワイトパールクリスタルシャイン、内装は本革ブラウン仕様になります。いつもご視聴ありがとうございます。イビキン TV、 僕はネズミことイビキンです。新型ハリアがやっと納車されました。約4ヶ月待ちました。夕暮れ時のライトをつけた時の美しい新型ハリアを撮影しています。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。こちらは新型ハリア Z レザーパッケージガソリン車になります。全長が 4740mm、 全幅が 1855mm、 全高が 1660mm、 ホイールベースが 2690mm となっています。エンジンは直列4気筒、排気量は 1986cc、 車両重量が 1620kg になっています。超高パノラマルーフを装着した場合プラス 20kg 増加します。私の場合、超高パノラマルーフを装着したので、こちらで納期が遅れたようです。新型ハリアにはトヨタ初のスマートフォンでエンジンを始動できたり、量産車で世界初採用の超高パノラマルーフがあります。こちらの方も動画にしてますのでお楽しみください。夕暮れ時に光る新型ハリアのホワイトパールクリスタルシャインの色がとても綺麗です。ホワイトパールクリスタルシャインもメーカーオプションになっています。新型ハリアの特徴ともいえるリアのコンビネーションランプ、赤色横一文字に光るテールランプがとてもおしゃれで綺麗です。マフラーカッターの楕円形やリアバンパーのメッキガーニッシュもさりげない高級感を演出しています。 G グレード以上に標準装備となっています。個人的にはフロントも好きですが、後ろも結構気に入っています。薄くそしてシャープなリアテールランプからロングタイプのハイマウントストップランプにかけてのこの斜め後ろから見る姿がとても私は気に入っています。前高が低く抑えられ、前幅は少し広く拡大されたホイールベース、そして低く伸びやかなフードによって SUV でありながらスポーツカーのようなシルエットがとても美しいです。タイヤとホイールは 225-55R19 タイヤ、そしてホイールは19インチのアルミホイールとなっています。高輝度シルバー塗装です。そしてボディはトヨタの新しい車作りの根幹 TNGA、 トヨタニューグローバルアーキテクチャ、車を骨格から変えて基本性能と商品力を大幅にアップさせています。新型ハリアの TNGA プラットフォームは乗り降りや運転のしやすさを一番に考えて作られています。走りの質感、快適性、使い勝手、所有感、安心、安全、5つの領域で高い満足が得られることを目標に開発されています。安心安全と言われるのはこのプロジェクター式 LED ヘッドランプではないでしょうか。昼間は2本の上質な光によって自社の存在感をアピールしてくれます。そして夜間はアダプティブハイビームシステムによってすごく運転が楽になります。これは常にハイビームで走行するもので LED の配光範囲を細やかに制御し、先行車や対向車に光が当たる部分だけを自動的に遮光するので、ハイビームでの走行頻度がより向上します。夜間はハリアーのイルミネーションが出迎えてくれます。とても綺麗です。新型ハリアーの室内のイルミネーションはクリアブルーで、ライト点灯などに連動してスイッチ照明をはじめクリアブルーに統一されたイルミネーションが室内に灯ります。とても綺麗です。新型ハリアーはとにかくフロントリアともにライト周りが美しくて気に入っています。チャンネル登録もよろしくお願いします。動画作成の励みになっています。とにかくテールランプが美しくて惚れています。まだまだ新型ハリアーは公道に走ってないので、夜どんな感じでテールが光っているのかっていうのは実際気になります。ということで今回は新型ハリアーのライト周りが美しいということを中心に紹介してきました。今後は新型ハリアーの走行動画などもどんどん上げていきます。また新型ハリアーのここはどうなっているのなど気になる部分がありましたら、コメント欄の方からコメントいただければ幸いです。本当に新型ハリアーのこのテールランプは気に入っています。とても美しいです。ご視聴ありがとうございました。高評価、いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。皆様の高評価、いいねとチャンネル登録が動画作成の励みになっています。新型ハリアー検討中の方や納車待ちの方の参考になればと思い投稿しています。今後も新型ハリアーの投稿をどんどんしていきますのでお楽しみにしてください。